もう何？今回も島松やってるんですけども、ですね、前回のイベントの結果がこんな感じだったんですよね。で、とりあえずこれもう次のイベント始まってるので、ちょっと順番がね、ちょっと入れ替わってしまうんですけども、ちょっと前の先にね、前のイベントの方のストーリーもちょっと見てから新しい方をちょっとご紹介したいと思いますんで、第1話見せたので第2話からかな。は？ノンノン。そうだよ。はあ。え？ちょっと待って。まあ確かに。がしかし。なんで？え？は？ないわ。よくないよ。だね。どうすんの？うん。なんか眠そうだけど、でも。いや、いい感じ。確かにいいね。そうだね、いいね。行くぜ。嘘。ああ、で今のが3、2話で、これが3話。2組。はい。何？ほら。見直して。すごい組み合わせだな。ダメ！あ、でもツッコミ担当が分かれたから。なんで？どういうこと？めたいな、経験値。わかんねえよ。ああ。なんで？だよん。だよんだ。あ、あれ見て。いやあ。ないわ。いや、いいから。ちょっと待って。だよん。うん。ぜひご協力を。たくよーん。よっしゃ！だよん。なんで？服消しちゃった。ハウは！嘘。ねえ、やばいよ。やるけど。大丈夫かな。何その格好？え？全員。嘘でしょ。だよん。なんや、どうしよう。クソが、終わった。なぜそうなる。はあ。お、材木ます。そのことか。わかった。ふいふい。すごい高い声だな。ああ。ふい。頼もう。まさかだね。わざと。え？うん？ふい。おう。いけ。はな。なんだす。あ、
そうなの。無重力スパイラル。早くなって。ジジマスだったらそのままも持ってってあげてもいいかもしれない。サクセス。ありえない。痛い。スパンコール。かっこいいね。ダメ。よし、オッケー。いい感じ。おいおい。模様変えちゃっただけ。ね、え、はい。重さの話じゃない。うん。やばいよ。うん。マッスルマッスル、ハッスルハッスル。柄変えただけなのよ。どういうこと？いい感じ。なんで？あれ？いや、あのブラザーひどいんだぜ。そしたらバカだな。いや、へー、ああ、なるほどね。そう考えるか。あ、待って。はい、ちょっと待って。いやしょうがない。嘘でしょ。帰ろ。じゃ。はあ、なるほどね。話も途中で終わった感じだ。で、チケットは受け取ったので、前のイベント。ね。全然ね、チケットもらえなかったんですけども、引き換え4枚4キャラ分ですね。どうしようかな。かわいわー、どうしようかな。なんでこれ、何やってんの。何役作ってみた。漢字が読めない。まだ取っていいかな。バカだな。取っていいでしょ。どうしようかな。端から攻めるか。俺は世界中の女の子にあんな魔法やこんな魔法かけたい。それはあかんけどね。こんばんは。あ、これは22話ですね。やっさっきの分かんなかったな。22話の 一期22話の希望の星トドマツの時のセリフ。次どうしようかな。この顔好きなんだよね。欲しいか。欲しい。進化させてみたかったな。やばい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 。マウナ市松、兄の失踪を喜ぶな。5話ですね。一期5話のセリフ。
となるとあとはもう注意します。魔法使ってないけど。実はたまにねしれっとね、あ今のは21話かな、神松の時のセリフかな。でももう遅いよ、寝ようの時のセリフかな。さあもうチケットやっぱり足りないな。というわけで前回のイベントはこんな感じでした。もうちょっとね、あげたかったんだけどな。まあ、ストーリーは解放できたのが、まあいいところ。で、新しいイベントがもう始まっているので、そちらはまたちょっと別の動画にしたいと思います。なので、今回はここまで。